君には言えないままだけど勝って超えたいんじゃないか、バカ野郎。助けなきゃって気持ちより勝たなきゃって気持ちが強い時、僕はうっかり口が悪くなったりしてしまうんだ。そんなとこむしろ嫌いな部分なはずなのに、やっぱり僕の中で勝利のイメージが君になってるんだ。空中じゃ俺に分がある。意味もなく飛んだわけじゃない。かっちゃんの頭にはシュートスタイルが強く刷り込まれた。君の発散の喧嘩にただ付き合うほど僕はお人よしじゃない。シュートスタイルは腕を酷使しないための戦い方。 5% なら使えないとは言ってない。勝利の権化である君に勝ちたい。次は君だ。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。いつかこの個性をちゃんと自分のものにして僕の力で君を超えるよ。